ベルグラーノはアルゼンチンの首都ブエノスアイレス特別区の北部にある地区である。コムーナ13に属しており、2001年の国勢調査による人口は138,942人である。上位中3階級の住民が多い。南東にはパレルモ地区が、北西にはヌニエス地区が、南西にはコグラン地区、ビジャウルキーサ地区、 ビジャオルトゥサル地区、コレヒアレス地区がある。地区の名称は、アルゼンチンの国旗を制定したことで知られる、政治家で軍人のマヌエル・ベルグラーノに由来している。1820年に、ベルグラーノが死去すると、ブエノスアイレス州議会は次に設置される町の名称を、ベルグラーノとする法律を導入した。1855年、ブエノスアイレス州政府は、 フアンマヌエルデ・ロサスの土地を収容し、その土地の一部にベルグラーノが建設された。州政府は、ロサスの親族が異議を唱えることを心配したが、ベルグラーノの町は急成長を遂げ、その後間もなく、市政を宣言した。1880年には、ブエノスアイレス特別区の地位をめぐって、政府とブエノスアイレス州の間で議論が行われ、数週間だけベルグラーノが、 アルゼンチンの首都となった。ブエノスアイレスをアルゼンチンの連邦首都と宣言する法律はベルグラーノで発生られている。1887年、特別区はベルグラーノとフローレスを併合して拡大した。ベルグリノードイッチ、またはベルグラノドイツチとは、ブエノスアイレスの特にベルグラーノ地区で話されるドイツ語とスペイン語の混合語である。人口過密地区にある。 古い一軒家は、高層アパートに変わりつつあるベルグラーノは、上位中3階級の地区であり、大まかにベルグラーノ R、ベルグラーノ C、中ベルグラーノ、下、ベルグラーノに分割することができる。地区の心臓部は、主要道路のカビルド通りであり、北西から南東にかけて走る通りに沿って、ブエノスアイレス地下鉄 D 線が運行されている。カビルド通りは、自動車の往来が激しいが、 交差点のカフェ、食料雑貨店、映画館、専門店、ブティック、書店、その他の小売店などで賑わっている。ブエノスアイレスの他地区からの来訪者も多いが、地区の住民は特に週末の午後に多い。地区内で最も住宅が密集しているのはカビルド通り付近である。地区内の高級高層アパートは、リベラルアーツの家庭を持つ私立のベルグラーの 大学側の緑豊かな通り周辺に集まっている。地区内にある古い一戸建て住宅は高層住宅への置き換えが進んでいる。ベルグラーの地区内の歩道は犬の散歩をする住民が多く見られる。市は条例で一人当たり十匹以上の犬を飼うことを禁じているが、その二倍以上の犬を飼っている住民を見るのは珍しいことではなく多くの歩道が 犬の排泄物問題に悩まされている。クラメル通りの西にあるベルグラーノアールは低密度の住宅地であり、静かな並木通りが特徴である。この地区の建物の大半はアングロサクソンの建築様式に従った一戸建て住宅であり、距離を置いて建てられている。スイミングプールのある広大な裏庭を持つ家もある。この地区は裕福な。 アルゼンチン人や母国を離れたビジネスマンに好まれている。ベルグラーの市には小規模なチャイナタウンがある。この地区はレストランや専門食料品店で賑わっており、アジア系アルゼンチン人やその他の一般市民を対象に宅配サービスなどを行っている。カビルド通り、リベルタドール通り、ルイスマリア・カンポス通り、クラメル通り、リカルド・バルビン通り、 フィゲロ・アルコルタ通りは北西から南東方向に走っている。フェデリコ・ラクローセ通り、フラメント通り、モンド通り、コングレッソ通りは北東から南西方向に走っている。ベルグラーの地区ではブエノスアイレス地下鉄 D 線が多くのバス路線が2つの通勤鉄道路線が運行されている。地区の西約1 5トルには高速道路である。 ヘネラルパス通りが走っており、ヘネラルパス通りはかなりの区間で特別区とブエノスアイレス州を隔てている。この通りを越えると、ブエノスアイレス州のビセンテロペス、フロリダ、オリーボスなどがある。アルベルティ広場緑豊かなバランカスデベルグラーの公園はフランス系アルゼンチン人の著名なランドスケープアーキテクトであるカルロス・タイスによって設計された。タイスは ブエノスアイレスの多くの公共スペースの設計を手がけている。バランカスでベルグラーノ区域はベルグラーノ大学の何ブロックか北にあり、いくつかのブロックにまたがって上位中産階級向けの高級アパートがそびえている。マヌエル・ベルグラーノ広場では定期的に地元の職人誌が開催され、週末には特に活気がある。広場の中心にはマヌエル・ベルグラーノの,の 小さな胸像が設置されている。広場の端にはインマクラーダ・コンセプシオン教会があり、その円形の形状から地元住民にラレエドンだと呼ばれている。この教会では午後の時間帯に多くの結婚式が取り行われている。フラメント通りとクーバ通りを越えるとラレータ博物館とサルミエント歴史博物館という二つの博物館がある。 ラレータ博物館はスペインの美術品に焦点を当てており、1882年に建築家エルネスト・ブンヘによって設計された作家エンリケ・ラレータの旧指定が使用されている。ラレータ博物館は良好に保たれたアンダルシア風庭園も備えている。サルミエント歴史博物館はドミンゴ・ファウスティーノ・サルミエント元大統領と ニコラス・アベジャネーダ元大統領に関する物品を展示している。この博物館はかつてベルグラーノ市庁舎だった建物を使用しており、ベルグラーノがアルゼンチン共和国の首都だった際には国会が開催された。2ブロック先の下、ベルグラーノにはエスタディオデエクスクルシオニスタスがある。近隣のヌニエス地区は CA リーベルプレートが 本拠地を置いていることで広く知られているが、そのホームスタジアムであるエル・モヌメンタルは、ヌニエス地区ではなく、ベルグラーノ地区にある。ベルグラーノのパノラマビュー。ありがとうございます。